こんにちは。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は野鳥撮影をしたいけれどどこを探し見つければよいのかわからないという方に向けて、野鳥の見つけ方、探し方のコツについて話したいと思います。あくまでこれは私の経験に基づいての話になりますので、取捨選択して聞いていただければと思います。野鳥は森や山の中にいるもの、町の公園や緑地にいるもの、池や川、さらには海にいるものなどに分けられます。主に私が、撮影しているのは、公園や緑地、池や川です。よって今日はこの中で、公園や緑地での探し方、見つけ方について話したいと思います。今、季節は冬です。実は冬こそ野鳥撮影の絶好の時期なんです。寒いので嫌だと思うかもしれませんが、冬は落葉樹、木々の葉っぱがですね、全部散っています。常緑樹は残っていますが、落葉樹は全部葉が散ってますので、野鳥を探すのに見つけやすいです。よってこの冬は、野鳥撮影の絶好の季節ということができるかと思います。少し暖かい日を狙ってですね、カメラを担いで表に出てみましょう。一般的に野鳥というと、森とか山の中で撮影するイメージがありますけど、近所の公園や緑地でも十分撮影することができます。逆に深い森やですね、山の中へ行っても特定の場所を知っていないとですね、空振りすることが多いです。なぜなら、山の中とかですね、深い森の中は、野鳥が身を隠す場所が多いからなんですね。なかなかこういう場所で見つけるのは大変です。特定の場所を知っていない限り、探すのは大変かと思います。よって近所の緑地とか公園へ出かける方が撮影するチャンスは多いかと思います。まず初心者の方はですね、近所の公園とか緑地へ出かけることをお勧めします。野鳥の行動の8割は餌を食べること、捕食だと言われます。よって餌となる木の実とか、それから水があるところですね、水場があるところに野鳥が飛来する可能性が高いです。また落ち葉が、堆積しているようなところですね、こういうところも、落ち葉の中に、落下した木の実ですとか、虫、昆虫ですね、こういうものが、餌となるそういうものがいる可能性が高いですから、こういう場所に飛来する可能性が高いです。あまりですね、きれいにですね、整理されて掃除をされたような公園よりは、若干落ち葉やなんかが残っている、堆積しているような場所、野鳥が、飛来する可能性が高いです。私は経験上ですね、見つけやすいものをから順次、整理してみましたので、ちょっとご覧ください。して見つけやすいもの、出会いやすいものですね。これは、スズメ、ヒヨドリ、キジバト、ツグミ、シジュウカラ、セキレ、メジロ、トビなどになります。2、見つけにくいもの、やや出会いにくいものですね。これはコゲラ、モズ、ジョウビタキ、エナガ、ヤマガラ、アオゲラ、それからタヒバリ、トラツグミ、シロハラというふうになります。3、見つけにくいもの、出会うのがなかなか難しいものですね。ルリビタキ、アカゲラ、キビタキというふうになるかと思います。まずですね、見つけやすいものを目標にして、初心者の方は、出かけるのが良いかと思います。ここで、過去に私が撮影しました、撮影例をですね、何枚か、流しますので、ちょっとご覧ください。
まあ、こういうものがですね、出かけると撮影することができます。次に野鳥の探し方をまとめてみましたのでご覧ください。読み上げますと、1として、心構えとして、いることを前提に探すことが大事です。いないだろうと思って探しますと、慎重さに欠けて失敗することが多いです。2、鳴き声を聞く。鳥の野鳥の鳴き声ですね。野鳥というのは非常にさえずったり鳴いたりしますので、その音を聞くということですね。聞き分けができなくてもいるかいないかの判断が結構できますので、野鳥の鳴き声を聞きましょう。そして視界の中に動くものを見つける。何か動いていないか、いるかいないかというのをですね、動きでもって探すということですね。地上、落ち葉の上、それから木々の枝、さらには上空まで、見て、探しましょう。3としまして、原則として徒歩で歩いて探すということですね。大きな公園ですと自転車に乗ってさーっと、行くとですね、簡単なんですが、自転車の上から野鳥を探すというのはなかなか難しいです。やはり、徒歩で探すということが、大前提になるかと思います。4としまして、探して出会えなくても諦めない。時間を変えるということも大事です。時間を変えて、探してみましょう。朝行って、まあ、午前中行ってですね、いなければ午後とかですね、夕方とか時間帯を変えて何度か行ってみるということが大事です。それから5番目としては、撮影時間を作って何度も出かけてみるということが大事です。撮影に出かける回数がですね、多ければ多いほど撮影チャンスというものは広がります。以上が公園や緑地での野鳥の見つけ方、探し方のコツになります。野鳥撮影の何らかの参考になれば嬉しいです。経験を積めばですね、自分なりのコツをつかむことができるかと思います。冬は寒いですけども、野鳥探しの絶好の季節です。防寒対策をしっかりして出かけてみましょう。本日は以上で終わります。野鳥たちに配慮しながら撮影を楽しみましょう。